の子は帰るぴょん。な伊藤さん、でじゃあちょっと待って、お顔見せて。うん、痛い、うん？どっちが痛い？あのね、こっち。そっちが痛いの？うん、ちょっと腫れてきたかな。伊藤じゃなんかおたふくかもしれんって。おたふく風邪。え、これしこれ？ほっぺたがブクーって膨れるよ。ブクー。痛い、どうかな、腫れてきた、うん、明日また病院行くけど、耳が痛かったじゃんね、で耳と鼻で中耳炎かなと思って行ったらもしかしたらおたふく風邪かもしれんって言われて元気ないけどね。ちょっとお顔見して、お顔見して、こっちは耳、ビービーね、ちょっと待って、耳見して、ほっぺ腫れた、こっち向いてごらん、こっち座って座って、あれから腫れるかな、また明日ちょっとね病院行ってから報告しましょう。ぺー、あ、今見るやつね、どうかな、今ここ腫れてない、これ大丈夫か、べー晴れませんように、べーべー今日、べー、伊藤ちゃん今日はお休みです、べー、なんならいいよー、遠志くん泣きよったね、ほら遠志くんどうしよった、遠志くんなんて言った、死ね、遠志くん嫌だって言った、遠志くんはなんて言った、あ、ママこれまで泣きよってね、へいしくんね、伊藤ちゃんお休みって聞いたけど泣きよったね、ほんと怖がらんな、まあちょっと明日またね、様子見ましょう、今日はお休み、寝てば、うん、いつも測ろうね、後でよし、バイバイ、お薬ではお薬も飲みますよ、また明日、バイバイ、はい、伊藤、おたふく違ったやん、めちゃくちゃなんかおたふくみたいな感じでから言おったけど、おたふく違ったやん、何やったと、耳、うん、耳中耳炎やったと、どこが痛かったと、耳、どっちの耳が痛かったと、こっち、こっち、え、どっち、左の耳が痛かったと、え、目腫れてね、ちょっと、えにしくん、えにしくん今日目腫れてない、こっちの目、こっちの目が腫れてる、糸ちゃんは寝すぎかな、寝すぎ、寝すぎたと、飲み薬飲んで、飲み薬飲みよんね、でもまあ中耳炎も早く治してくださいね、早い。バイバイ。ひろちゃんなら今日もう中耳炎やけ熱とかないっちゃろ。大丈夫やろ。だったね、おたふくやったら。おたふくやったらもう大変やったけど、よかったね、おたふくやなくてね。えにくんはおたふく？なったね。えにくんはもう両方なったね。西は時差で聞いたけど。ね。右とこっちが腫れて、右が腫れてね、あとこっち左が腫れたけ。大変やったよね、ね、でも良かったです、ゆかちゃん、でもちょっとここ腫れてね、ここ、そういう顔やろ、おたふく顔やろ、輪郭がおたふく顔だけ、あはちょっと、なに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 なんて誰がおたふく顔や、誰がおたふく顔や、あれパパおたふくかかった、うそやん、今かかったら大変なことになるで、俺本当に。え、かかっちゃうんだよ。嘘よ。うん、離れてみんな。やかましいもん。やかましいもん。かまずに言って。誰がおたふくや。まあね、無事でしたよ、ね。よかったわ。本当に、うん。びっくりしたもう。よかったね、うん。ということで今日は遊びに行きましょう。レッツ！おたふく。やかましいよ。なんそれ。レッツおたふく。
今のことで危ねえ最後まで見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。